ホームセンターのレザークラフトの話。ホームセンターのレザークラフトの話。私、趣味でレザークラフトをね、やってまして、もう結構やってますけども、ホームセンターに行って、そのレザークラフトの素材、革ですね。革と、それから、金具とかね、工具。こういうの買ってこないと、何もできないわけですよ。うん。特に素材がないと、まあ布みたいなもんだからね。あのソーイングでいう、裁縫でいう布みたいなもんだから、何もできないと。特に大きなものは作れないっていうね。それでね、まあなんか作る予定はないんだけども、一応革を買ってきておいて、で、家に置いてね。で、まあ、これ眺めてですね、あ、この革の大きさだったらこれが作れるなとか、あと、緊急にこれを作った方が便利になるから作るとかね。そういう時に使えるんですよね。で、今までね、買っていた素材っていうのは、革はぎれって言われる種類のもので、専門的には煮出しとか、そういう、あれでしょうかね、面積でしょうかね。はがき台よりちょっと大きいぐらいの。はい。これはね、100円均一に売っててですね、売ってるところに売ってるんですよね。で、はがきよりちょっと大きいぐらいのシートで売ってて、シートだから、だいたい四角形なわけね。長方形。だから扱いやすいんですね。革はぎれって言っても、作るものがね、結構、四角っぽいものが多いんですよ。カードケースとか、ね、財布とか。だから、そういうふうに、もともと形が決まってると、それを利用して、四角形のね、ものを作りやすいので、無駄なく作れるので、すごく便利だと。うん。で、はがき台で100円、はがきよりちょっと大きいぐらいで、100円ぐらいの、ものをね、よく買ってたんですね。うん。よく買っていまして、それでね、もうちょっとコスパがいいのないかなとかね。あるいはもうちょっとまとまった大きな革がないかなとか。それを探すときはホームセンターのレザークラフトを置いてあるような、強いような、そこのホームセンターのコーナー行って探すことをしてですね。毎週毎週行ったりはしないけども、まあ、3ヶ月に1回とか、半年に1回とか。それを2、3軒のホームセンター、こうピックアップしといて、ここはあるからって言って、3ヶ月に1回、半年に1回ぐらい、こう回るんですね。で、用事があったらそこを寄ってみるとかもするし、うん。でね、この前ね、ですね、とあるホームセンターに行って、で、そこはレザークラフト強いって分かってるし、しかも、革はぎれ、本革のね、牛の革だと思いますけども、革はぎれが安くて種類が多いと。で、はぎれ状態でも、結構置いてあるので、畳ぐらいのね、やつあるんですよ。でっかいやつね。だけど、それはもう何万円もするし、もう1万円とかいっちゃうし、そこまででかいものは作らないと。バッグとかね。だけど、なんか小物とか作るときに、はがきよりちょっと大きいぐらいじゃ、ちょっと足りないなとかね。もうちょっと大きいんないかなとか。はい。ありますんで、それで買いに行ったのね。それでね、そのレザークラフトのコーナーは、革はぎれ以外にも工具がね、すごく強いんですね。うん、ないものはない。で、カシメっていうね、リベットみたいな部品もたくさん種類あるし、私がその、これ何使うのかわからないようなもの、これもたくさんあるし、まあ、多分、そのコーナー作った人が、レザークラフトちゃんとやってて。うん。だから分かってる人がコーナーに常駐してると。じゃないとこの品揃えはおかしいでしょ、みたいなね。あるんですよ。たまにね、あるんですけど、ホームセンターによっては、レザークラフトコーナー置いてあるんだけど、レザークラフトコーナーあるんだけど、このクラフト系のね、ソーイング、裁縫とか、あとアクセサリー作るね、そういう系統のところに、あるんですよ。あるんだけど、なんかコーナーが小さいし、しかもですね、ないものがあったりするわけ。基本的な工具なのに置いてないぞっていうのがあったりとか。あと、革はぎれがそもそもないっていう。革の素材を置いてないっていうね。確かにね、ヌメ革とかね、よく一般的な、レザークラフトで見るような革、ヌメ革っていうんですけども、ヌメ革はね、なめし処理がタンニンなめしっていう植物のタンニンでね、なめしてるので、カビとかに弱いんですよね。
だから保管がすごい難しいんです。湿気に弱いからね。だからずっとホームセンターで保管してると湿気でカビてしまう恐れもあるわけ。だからあんまり置きたくないっていうのは気持ちはわかるんですよ。だけどレザークラフトコーナーで素人がね行くようなレザークラフトコーナーで革が置いてないってどういうことなんだ、革素材が置いてないってどういうことなんだと。まあ、置いてあったとしてもすごくね、少ないとか、その種類とかがね、どういうことなんだと。これ、お裁縫のね、手芸のコーナーで、布が置いてないと同じですからね。あるいは木工のコーナーで、DIY 木工のコーナーで、木が置いてないと同じことだからね。工具だけ置いてあってどうすんだみたいな感じで。木の端切れとかね、木材が置いてないと一緒だから。それはまずいでしょみたいな思うんだけど、まあでもそのコーナーのね担当の人があんまりそのやってなければですね、まあ保管しづらいものは、つまりヌメ革とかね、革の端切れとか生の素材というかね、これはもう置かないで工具だけにしようとかね。でその工具も、まあ、見よう見まねで置いてるので、基本的な工具が置いてなかったりとかするんですよね。だからもうそこは行かないんですけども、今回私が行ったのは、まあすごく強いところで、多分ね、2、3人、レザークラフトをやってるような、その人が、店員さんの中にいて、それで中心に、揃えてると思うんだね。だもう、本当にね、ロービキートとか、何でもあるし、ちょっとマニアックなね、ものもたくさんあってですね、いいんですよ。で、私は、革はぎでは絶対買うと。で、もう一つ買おうと思ってたものがあったって言いまして、それはね、内台って言われる金属のプレートみたいなやつ。金属のプレートみたいなやつですね。廃材料よりもっと小さいような、廃材料よりもっと小さいような金属のプレート。多分、ステンレスとかそのぐらいだと思うんだけど、まあ、硬いやつね。で、それは何に使うのかというと、先ほど言ったカシメ、リベットみたいに、鉄でね、で、上下から革を挟んで、で、トンカチで叩いて変形させて止めてしまうという、鋲みたいなやつね。よくですね、ジーパンのね、腰の部分とかにも、縫ってあるんだけど、縫いがこう、ほつれてくるような、パワーがかかるようなとこありますよね。そこに丸い鋲みたいなのが、打ってあると思うんだけど、これが多分カシメだと思うね。これ別に革じゃなくても布とかにも使っても、まあおかしくはないわけ。だからデニム素材とかにもまああってもおかしくないような、そういうもので。で、このカシメを打つときにですね、上からはトンカチで叩くんだけど、下に引くもの、これ柔らかいものじゃダメなんですね。で、硬いもの、カチカチのものね、金属のもの、この台が内台って言われるもので、そうですね、牛乳瓶の蓋ぐらいの円形のね、ちょっと盛り上がってるような、そういうものでですね、まあそれを買ったわけで、私カシメもねよく使うので、まあ500円以下ですよ。その内台がね、カシメもよく使うので、下にねこう鉄の板みたいなの引かなきゃいけないよね。で、それがなかったので、結局買いましたね。それでね、それ買って、カゴ入れてですね、で、端切れがないかな、みたいな感じで。何かしら端切れを買って帰るってことは決まってるんだけど、もう決定してるんだけど、さあ、どの大きさにするか、どの値段にするか、どういう種類の革にするか、ということで探しまくってですね、大体300円ぐらいですかね。300円ぐらいで、ランチョンマットぐらい。ランチョンマットよりちょっと大きいぐらいですかね。もちろん形不定形ね。ギザギザになってたり、どっかこう、使った跡があったりとかね。切った跡があったりとか。何かを、大きいものを使った後の残りの部分なのね。小さくてこれ使えないから、業者が出してとかね。と思うんですね。ランチョンマットより一回り大きいぐらいの不定形の革履きで、これ300円ぐらい売ってたんだよ。2枚で、ね、買いました。ランチョンマットより一回り小さいぐらい、A4 の、
コピー用紙ぐらいですかね。A4 のコピー用紙ぐらいで500円っていう、そういうね、カワハギで結構ある、このシートあるんですよ。だから、A4 のコピー用紙を超えてランチョンマット一回り大きいぐらい。それが300円なんでね。コスパは最高なわけですよ。100均で売ってるような革木のシートと比べてもですね、ちょっと勝ってるような、コスパで勝ってるような、そういうね、良さね。まあもちろんですね、形がね、ギザギザなんですよ。どっか切り抜いてあったりとか。だから、まあ全部使い切ることはね、難しいんだけども、まあそれでも大きな革があるとね、広がりますよね。私ね、今までね、こんなにでかいね、端切れ買ったことないんですよ。端切れといえば、100均のシート。はい。それから100均のシート2枚分ぐらいの。A4 のコピー用紙ぐらいのね、ものとか。ぐらいですね。それより大きいものはね、買ってないんですよね。だからね、ちょっと、とりあえず買って帰って、家の中のね、部屋のとこにぶら下げてるの。どっかにこうしまってるとカビちゃう可能性もあるから、多分ね、ヌメ革じゃないかカビないと思うんだけど、大丈夫と思う。まあ一応シワを取るとかね、そう、匂いを取るとか、そういう意味合いで吊り下げてますね。はい。で、これをね、部屋に吊り下げると、一気にこう、レザークラフトやってます感が出て、なかなかよろしいと。で、種類はですね、革の種類はヌメ革じゃなくて、これね、多分ですけど、私間違えてたら、あれなんだけど、見た目はね、オイルレザーみたいなやつ。見た目はオイルレザーみたいな。もしかしたら、オイルレザーに似たような加工がしてある、クロームなめしの普通のね、ものかもしれません。はい。だけど、まあ見た感じこう、シュリンクっていうね、シワシワが入ってるシュリンクレザーじゃなくて、結構ツルッとしてね。はい。これ、オイルっぽいな、みたいな感じで。ちょっとテカテカしてるし。ちょっとソフトなオイルレザーかな、みたいな。そういう雰囲気ですね。はい。とにかく裏面見て、床面っていう裏面見てね。それ見て、当然、牛のね、革だって大体わかるし、匂いでもね、これは本革だなってわかりますから。はい。というわけで、今回はね、それらのものを購入しました。